こう言って踏み込んどいてこっちに屁じゃねえかな。はい、今度いろいろやったやつ、ジョジこれ、ジョジ知ってるか、で、振り返って歩いてって、歩いてって何やってんの。いや、その髪の毛がジョージにはないと思うんだけど。お前さ、騙されるのまあいいんだけど、はい、見てて、はい、行くよ、さっきまでのやつね。こう入った時にね、誰これ、ちゃんと押して、受けもあれだよ、押されたからってガラガラってこう下がるんじゃダメだよ。実際には倒れないようにしてくんなきゃ、受けはね。ギューってかけたら押しすぎだ。ギューってやってかけてね、そしたらこの手もこの位置にしといて、これで飛び込んでね、で引きつけてゆっくりゆっくり上げてグーってね、やっていけるね。あとね、今度はここのパターンと今度外側にかけるやつね。これは払い腰とか足車みたいな感じで同じ、やっぱりここで膝の外にグッとかけて大外みたいな感じなんだけど、こうならないね。この間なんて引っ掛けといて、ここやっといて、ちゃんと引っ張ってんだよ、こっちも耐えるんだ。そしたらこれでそうね、足を当てて相手をこの位置に残しておくんだよ。残しとくけど、この軸足で後ろにこう飛んじゃダメだよ、ね、当てといて、あくまでも前に倒れるようにして並んで足を伸ばす。 OK、 前に出て当てて、ね、何に対してもちゃんと立ってて当てて、はい、ちょっと当てて OK、 前に傾くようにね、するの。なんでやってくれないの、騙してるのに。はい、はい、伸びる。うんちょこピーターだろ、ジョージ。横向いてからね、正面から足伸ばしてギュッて力が入ったらトン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 伸ばす、伸びる伸びる。こっちにもっと傾く、前に倒れる、前に倒れる、そう。ヤマト足伸ばす、そこで投げるんじゃねえよ、自分が回転して転がっちゃう感じだよ。ヤマト手前に引っ張んなきゃ、相手がまっすぐ向いてちゃダメだよ、自分に張り付いていくようにするんだよ。もっと傾く、前に傾く、そう、うん、帯縛ればいいだけだろ、行く、遠いとこからできるんだよ、遠いとこから足出すんだよ、そう、そう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 。お、さすがジョージにはうんちょこピー返しを教えてやるんだよ、一郎。残念ながらこれにも返し技があるんだよ。違うよ、そんなの教えてないよ、お前がいない時やったんだもんな、ジョージ昨日やったんだもんな。そうだよ、内緒にしたんだ。いや、動画にアップされてるかも。いや、中学のなんか動画アップしないの。動画アップされてるじゃん。何があれじゃないけど、他の何だっけ、3人でボロボロしてる。そうそう、うんちょこピー返しっつんだからな、一応覚えとけな、防げるだろ。ただ委ねるだけで体を、これぞテルマジック。
後ろにこう入るのあるじゃん、ね、腰を回すやつ知ってる？お前たちはこう回すと落ちちゃうんだよ。全部大内刈りになってる内股が、ね、これで行ったのをここで支えるんだけど、やめて。気持ち的には向こう行っといてこっちに帰ってくる。あのフィギュアスケートでスケートでさ、なんとかなんだっけ、なんとかはさ、まおちゃんがちょっといいやつ、トリプルアクセル、それトリプルアクセル、それと同じでこう行って踏み込んどいてこっちに行く感じなんだ。へじゃねえかな、へわかる、向こうに行っといて反転するような感じなんだよ。それトリプルとなんか関係あるの、ね、それ丸るわけねえ。俺が教えたんだけどね、トリプルアクセルを回っちゃう、違うでしょ、違うでしょ、名字が違う、相手に向かっといて下の名前だけ同じ、向かっといてくるって回っちゃう、ね、先導してやる、向かっといてくるって回っちゃう、先導してやる、向かっといてくるって回っちゃう、先導してやる、入るような感じになるんだよね。それイメージするようにね。ダメだよ、引き出しといて二の足つくっていうとそれ相手がこう来てくる、こうなっちゃう、ね、それをやるんだったらお家でやって前出さしといて、さっきみたいな引っ掛けといたろ、それみたいな感じで追っていくわけだよ。それの下準備としてやってるからね、わかる？体重移動だよ。後ろと前の体重移動の違い。こっち行くんだったら引いといて落とす。前に引き出す場合は入ったこの足でこっち行くんだけどね。こっち行くんだけどこっちに傾く。逆に。それ忘れないようにね。ダメだよ。ただどっかの打ち込みみたいに、そうだよね。ダメだよ。OK、もちろん。ねえ。しっかり。こっちだよ。体重移動。はい、終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。